あなたはこの写真の男女がどんな関係か想像できますか？遡ることおよそ42年前の1981年3月、アメリカオレゴン州、とある夫婦が24歳になる娘の帰省を楽しみに待っていました。というのも、パパ、ママ、この人が彼よ。帰省した娘の隣には穏やかそうな男性。この日、娘が実家へ帰ってきたのは彼との婚約を報告するためだったんです。ねえ、せっかくだから写真撮ってもいい？娘の嬉しい報告に喜ぶ両親は二人にカメラを向けます。男性に抱きつき幸せそうに笑顔を浮かべる娘。しかし実はこの時彼女は次のような思考を巡らせながら男性に抱きついていたんです。彼の言うことを聞かなければ殺される。仲睦まじく笑い合う婚約者に殺されると怯える女性。一体何が彼女にそこまでの恐怖を感じさせていたのか。二人が送っていた日常には逃げる気力も失うほどの壮絶な主従関係があったんです。おそす。意図的に自分からテキーラ飲むやつは信用するな。ケンタンです。何があったの？こたつで寝たら風邪ひいちゃう。そう、やみやみこです。お正月気をつけてね。皆さんお酒には気をつけてください。何があったの？特にないんですけど、知り合いのストーリーとか見てると、テキーラ飲んでブンブンしちゃってる。楽しむのはいいんですけど、体調にはお気をつけください。本日ご紹介するのはアメリカで起きた特殊な監禁事件についてなんですけど、何が特殊かというと、実は監禁されていた女性、監禁中に一度実家に帰ってるんです。両親に助け求めたりできるんじゃないの？そのタイミングで。そんな簡単な話ではない。なんとですね、この女性両親に助けを求めることもなく犯人の元へ帰ってしまうんです。一体女性はなぜそんな不可解な行動を取ったのか。それではまず問題となった帰省の場面から見ていきたいと思います。笑顔に隠された秘密。遡ることおよそ42年前の1981年3月、アメリカオレゴン州ユージーン、とある女性が久しぶりの帰省のためこの町を訪れていました。女性の名前はコリーン・スタン、24歳。この日彼女はある人物を家族に紹介するために実家に帰ってきたんです。パパ、ママ、この人が彼よ。コリーンが連れてきたのは4歳年上の婚約者。メガネをかけた誠実そうな風貌の彼は穏やかな笑顔でコリーンの両親に挨拶をします。まあ、コリーンはとっても素敵な方を見つけたわね。そうだ、記念に写真を撮りましょう。両親の言葉に少し照れながらも婚約者に抱きつくコリーン。彼女はカメラに向かってとびきりの笑顔を浮かべるんです。その後、仕事の予定が入っていた婚約者はすぐに帰ってしまうんですが、コリーンはそのまま実家に残り、数年ぶりに家族水入らずの時間を過ごすことになりました。何よ、婚約者さんまで連れて帰ってきて幸せそうじゃないの？違うんです。実はこの時ね、コリーンは幸せそうに振る舞っていただけなんです。つまり無理していたんです。翌日、実家でのんびりしていたコリーンの元へ婚約者から電話がかかってきます。10分後に迎えに行くよ。その言葉を聞いた途端、なぜかコリーンの表情は一気に曇ったんです。久しぶりに再会した両親と別れるのが寂しくなってしまったんでしょうか。違うんです。彼女の深刻そうなその表情は、そんな微笑ましい事情によるものではありませんでした。あの日、あの車にさえ乗らなければ。コリーンは4年前、実家を出たあの日のことを思い出していました。1977年5月19日、コリーンはその日、カリフォルニア州に住む友人の家に行くため、ヒッチハイクで移動していました。当時のアメリカは、ヒッチハイクが盛んで、乗せてくれる車も多かった時代。コリーンも順調に車を乗り継いでいたんです。ヒッチハイクって聞くと、海外の旅とか、日本一周の旅みたいな、旅みたいなイメージがあるけど、海外だと普段の生活からよくやるようなもんなの？旅のイメージありますよね。僕らもベトナムでやったじゃないですか。2時間やってさ、1台も捕まなかった。まあなんかすごい。ヒッチハイクという文化がない国でヒッチハイクをしたら、タクシーしか止まんない。何台のタクシーを断ったんでしょう、ね、私たち。もう諦めたもんね。空心菜とか食べて帰ったわ。ごちそうさまでした。今回事件が起こったアメリカ、犯罪防止の観点から特定の州ではヒッチハイク禁止になってたりもしてるんです、最近。そうやって何台もの車を乗り継ぎ、目的地まで残り半分となった頃、コリーンの目の前にまた1台の車が止まります。カリフォルニアまで行くの？近くまで連れてってあげるよ。そう言いながら車の窓から顔を覗かせたのは赤ちゃん連れの若い夫婦。ありがとうございます。可愛らしい赤ちゃんの様子に安心しきっていたコリンは喜んで後部座席へ乗り込むんです。声をかけてきた夫婦の名前は夫キャメロンと妻ジャニス。彼らはコリンと年も近く、車内は他愛のない会話で盛り上がっていました。夫婦の車に乗ったことで自身の人生が大きく狂っていってしまうなどと、この時のコリンにどうやって予想できたでしょうか。嫌な雰囲気がしてきたわね。コリンはね、この後この夫婦の車に乗ったことを激しく後悔するんです。
です。夫婦とのドライブの最中、ある地点に差し掛かったところで夫のキャメロンが急に車を止め、思い出したかのようにこう言いました、うん、少し寄り道してもいいかい。この辺りに有名な洞窟があってさ。コリーンは先を急ぎたい気持ちはあるものの、乗せてもらっている手前嫌だというわけにもいかず、もちろんそう笑顔で答え、彼らが洞窟を見に行っている間、一人車内で待機していたんです。するとコリンはさっき車を降りたばかりのキャメロンが戻ってきたことに気がつきました。早いわね、忘れ物かな。そうやって何の気なしに後部座席のドアを開いたキャメロンの方へ目をやったコリン、次の瞬間彼女はようやくこの車に乗ったことが間違いだったと悟るんです。そう、後部座席へ身を乗り出したキャメロンがナイフを突きつけてきたんです。大声を出したら殺す。先ほどとは別人のような冷酷な表情でそう言い放つキャメロン。彼は素早くコリーンに手錠をかけ、目隠しをするとその頭に木箱をかぶせます。何？一体何が起きてるの？混乱するコリーンをよそに、赤ちゃんを連れた妻ジャニスも平然とした様子で車内へと戻り車を発し、コリーンはそのまま連れ去られてしまうんです。たまたま誘拐するつもりでヒッチハイクする人探してたってことよね。何が目的なのよ。誘拐とかいうと身代金の要求とかそういうのをイメージする方も多いんですけれども、うんうん、キャメロンがやろうとしていたことはそれとは全く違ったものなんです。そしてコリーンの地獄の日々はここから始まっていくんです。奴隷になった日、痛い。鋭い痛みに顔を歪ませるコリーン。裸で天井から吊るされ、身動きが取れない状態の彼女の隣ではキャメロンが薄ら笑いを浮かべながら鞭を構えていました。キャメロンに誘拐されてしまったコリーンは彼の自宅の地下室へ閉じ込められ拷問を受けていたんです。さーて、そうつぶやくと鞭を手放したキャメロン。しばらくするとコリーンは目の前でゴソゴソと物音がし始めたことに気がつくんです。もういや、次は何をされるの？コリーンは恐る恐るずれた目隠しの隙間からキャメロンの様子を伺いました。そして彼女はすぐに覗き見したことを後悔することになるんです。コリーンの目の前ではなんとキャメロン夫婦が性行為に及んでいたんです。狂気の沙汰としか思えないその状況、さらに全身を駆け巡る痛みに耐えられなくなり、とうとう意識を失ってしまうコリー。ぐったりとうなだれる彼女を見たキャメロンは妻ジャニスを抱き寄せ、一言こうつぶやきました。いいおもちゃが手に入ったね。こうして夫婦の自宅へ連れ込まれて以来、コリーンは日々地獄の苦しみを味わい続けることになるんです。日中は狭い棺桶に閉じ込められ、夜は激しい拷問を受ける毎日。終わりも見えず逃げ出すこともできない絶望的なこの状況に、コリーンは次第に全てを諦め無気力な状態になっていきました。おもちゃって何よ。キャメロンはコリーンをいたぶるためだけに誘拐したっていうの？その通りなんです。そして調子づいたキャメロンはこの後さらに信じられない行動に出ていくんです。監禁生活が始まって8ヶ月が過ぎた頃、コリーンはキャメロンから1枚の書類を手渡されます。さあそれにサインするんだ。いつものように薄ら笑いを浮かべそう言い放ったキャメロン。書類の内容はこれでした。ご主人様の命令に従います。絶対に逃げません。首輪をつけます。どんな拷問も受けます。そう、コリーンに渡されたその書類は奴隷契約書。なんだよそれ。キャメロンにすっかり怯え切っていたコリーンは、人間の所業とは思えない非道な内容が書かれたその書類にも迷わずサインしてしまうんです。こうしてキャメロンの奴隷となったコリーンはこの家の全ての家事を行いながら、命令があればすぐにでも鞭で打たれなければならないという以前にも増して異常な日々を過ごすようになりました。しかし実はコリーンはその日々の中で苦しみとはまた別の感情を抱くようになっていたんです。さあ今日も頑張って働かなきゃ、そうすれば痛いことをされずに済むかもしれないわ。完全に感覚がおかしくなっちゃってんじゃないのよ。コリーンはね、いわゆる洗脳状態にあったんです。洗脳については前にも紹介したことはあるんですが、詳しいメカニズムには触れていませんでした、うん、というわけで本日のメトラキーワード、洗脳のメカニズムについて。洗脳とは監禁や暴力を駆使して対象者の思考を変化させる技術のこと。古くは戦争の捕虜に対して行われていたものなんです。監禁によって外部の情報をシャットアウトされた人間は情報が入ってこない状態にストレスを覚えます。そのためもたらされた情報が倫理観に欠けるものでも簡単に受け入れてしまうようになるんです。さらに暴力による恐怖や疲労で無気力になると思考が働かなくなる分、より洗脳されやすくなるんです。キャメロンに監禁され日々拷問を受けていたコリーンはまさに恐怖と疲労による思考停止の状態にあったんです。そうした状況の中、暴力を振るわれるのは自分が悪い、主人の期待に応えないといけないという間違った感情を抱くようになっていったんです。それでコリーンは奴隷になって働けるってことに喜びを感じてた。そうなんです。ちなみに DV の被害者も洗脳と同じメカニズムで実は洗脳されてたみたいな方も多いんです、うん、この後キャメロンの支配さらにエスカレートしていって、ついにコリーンの家族にも影響を及ぼす事態にまで発展していくんです。嘘だらけの里帰り。
キャメロンの拷問は日を追うごとにどんどん過激になっていきました。ある時は手足をチェーンで縛り、体が引きちぎれるギリギリまで引っ張り、ある時は弾丸が入っているかどうかさらかではない銃を口に加えさせ、引き金を引かせたんです。そんな世にもおぞましい拷問の数々を繰り返しても黙って従い続けるコリンを前に、キャメロンは完全に気を良くしていました。そしてある時、キャメロンはコリンに次のような提案をします。なあコリン、君の実家に帰らないか。キャメロンにとってそれは何があってもコリンは逃げ出さないという忠誠心のテストでした。そして同時にこの上ない興奮を味わえる遊びだったんです。俺はお前の婚約者だ。今日は俺の仕事でたまたま近くに寄ったから挨拶に来た。お前は家族の前で幸せだと笑え。わかったな。コリーンの実家へ向かう車内で言い聞かせるようにそう口にしたキャメロン。コリーンはただ静かにこう言った。わかりました、言う通りにします。すっかり自我を失ってしまった様子の彼女にキャメロンは満足げな笑みを浮かべる。自分の命令とあらば実の両親にすら嘘をつく彼女が滑稽に見えた。実家に着くと優しそうな両親がコリーンとキャメロンを出迎えた。パパママ、この人が彼よ。打ち合わせ通り幸せいっぱいの顔で両親にキャメロンを紹介するコリン。キャメロンは笑顔で挨拶をしながら湧き上がる興奮を抑えるのに必死だった。毎日毎日拷問をされているくせに俺のことを婚約者だとはね。娘の吉報に大喜びの母親はコリンとキャメロンの写真を撮りたがった。写真の中のコリンはまるで本当にキャメロンを愛しているかのような屈託のない笑顔を見せていた。キャメロンは改めて確信する。この女はもう誰にも助けを求めない。俺は完璧な奴隷を生み出したんだ。ここで実家の帰省の最初のシーンに繋がってくるのね。写真の笑顔がキャメロンの指示だったと思うと本当ゾッとしますよね。実家への帰省が終わるとコリンは再び辛く苦しい奴隷生活に戻ります。誰かに助けを求められる唯一のチャンスに見向きもしなかったコリン。キャメロンから逃げ出す意思を失った彼女はもう一生奴隷のまま。キャメロンもそうなることを信じてやみませんでした。ところがここで意外な人物がその状況を覆すことになるんです。こんなはずじゃなかった。従順な奴隷となったコリンに夢中なキャメロンを前に意味ありげにそうつぶやいたのは妻のジャニスでした。こんなはずじゃなかったってどういうこと？ジャニスも一緒になって奴隷扱いしてたんじゃない？実はね、妻のジャニスがキャメロンと一緒になってコリンを奴隷扱いしていたのにはちょっとした事情があったんですよ。1973年、当時15歳だったジャニスは5歳年上のキャメロンから猛アプローチを受け恋人同士になりました。そんな彼との初デートの時のこといいよジャニス、とっても素敵さ。ジャニスを下から見上げるようにしながら恍惚の表情を浮かべるキャメロン。この時ジャニスは裸で木の枝に吊るされていたんです。そう、キャメロンは当時から女性を拷問することに興奮を覚える異常な性癖の持ち主だったんです。しかしジャニスはそんな彼の性癖を受け入れることにします。幼少より家庭内暴力を受けて育ったジャニスは自尊心の低いその性格から恋人がなかなかできませんでした。そんな自分を好きだと言ってくれるキャメロンはたとえ異常性癖の持ち主でも彼女にとってはかけがえのない存在だったんです。そうやってキャメロンとジャニスが付き合うようになって2年が過ぎた頃、2人は結婚、生活を共にするようになると、キャメロンの拷問はさらにエスカレートし、我慢し続けてきたジャニスも限界を迎えようとしていたんです。そこで彼女は拷問から逃れるための妙案を思いつくんです。私、あなたの子供が欲しいのだから、誰か他の女を連れてきて拷問しない？もしかしてこのせいでコリンが誘拐されることになっちゃったってこと？そうなんですよ。さっさとね、別れて終わりにすればいいのに、他の女性を連れてくることで解決しようっていうのがもうめちゃくちゃ迷惑っすよね。そう、妻ジャニスはコリンが連れてこられたことでキャメロンの拷問を受けずに済むようになりました。しかし彼女には大きな誤算があったんです。コリンという完全なる奴隷を作り上げたキャメロンはもはやジャニスのことなど眼中にないほどコリンに夢中になっていました。コリンの実家へ行ったですって？キャメロンの妻は私なのよ。深い嫉妬心を覚えた妻ジャニスの中で少しずつ何かが動き出しつつありました。ちょっと被害者面してんだけど、言い出しっぺってジャニスじゃない？おっしゃる通りなんですけれど、このジャニス、コリンの状況を一変させる行動に出るんです。ジャニスの覚醒。1984年、誘拐されてから実に7年の月日が流れてもコリーンは変わらず奴隷として真面目に働いていました。そんなコリーンの従順ぶりにますます調子に乗ったキャメロンは妻ジャニスに次のような話を持ちかけます。力を作ってもっとたくさんの奴隷を集めよう。血の気の引くような内容をさも当然かのように嬉しそうに語るキャメロン。その言葉を聞いた瞬間、妻ジャニスは確信するんです。このまま彼を野放しにしていたら大変なことになる。コリーンを逃がさないと。
これは正解よ。頑張ってほしいよ、ジャニスに。気づくの遅いんですけどね。まあそうね。妻ジャニスが向かった先は自宅近隣のホテルでした。そう、実はこの年からコリーンはキャメロンの許可を得てホテルで清掃員の仕事を始めていたんです。これはそうした隙を与えてもコリーンが逃げ出すことはありえないというキャメロンの過信でした。そしてその過信によってキャメロンは最後に足を救われることになるんです。コリーン逃げるわよ。仕事中急にホテルに駆け込んできたジャニスを前に困惑の表情を浮かべるコリーン。ジャニスはそんな彼女の返事も待たずホテルの外までその手を引っ張り長距離バスへ乗り込みます。完全に油断していたキャメロンは妻の心変わりに気がつくこともなく、コリーンの7年にも及んだ関係生活はここでようやく終結を迎えるんです。その後ジャニスとコリーンの通報で逮捕されたキャメロンは同年11月禁錮104年の刑に処されます。さらに妻ジャニスの供述により、実はキャメロンが監禁していた女性はコリーンの他にももう一人いたことが判明。その女性は同行した拷問で亡くなってしまったため近隣の公園に埋められたというんです。しかし結局女性の遺体は発見できず、その真偽は定かではないまま捜査は打ち切られてしまいます。一人の女性を逃げ出すこともできないほどの状態にまで追い込んだキャメロン、彼のその強行からは人間の精神の脆さ、そして暴力の恐ろしさを再認識させられます。今後身勝手な欲求で女性を傷つける犯罪が繰り返されないよう願ってやみません。